FGO2 部7章が終わったのでレビューしていきます。まあネタバレ注意ですね、うん、まず最初に語っておきたいのがオルトさんですね。いやオルトはもう片付き史上最強のボスキャラ、隠しボスって言われてて、もう本当にこいつに対して最強の総力戦をやってるってのが良かったですね。でもまあグダさん的にはもうめっちゃ疲弊しまくってるし、サーバント結晶化とかもう魔力負担のリソースもやばかったから、多分今までの中でも一番歴代で戦いたくなかったボスキャラじゃないかなって思います。これでもまだ心臓をまあカーンの人たちに抜かれてたり、空想上にリソース割いてたりっていうこともあるから、なんか反人類史のオルトよりも凶暴性がまだマシなオルト一種っていうのがやばかったですね。でも単体生命としては最強最悪の風格は保たれた印象がありますね、うん、もう片方の最強キャラが、まあ、プライミッツマーダーさんなんだけど、まああいつはホークンだから、なんかバレンタインだとホークンとグダさんめっちゃ仲いいしね。まあオルト総力戦こう、まあ、攻略の仕方が分かってるっていうのもあるんだけど、クソ長かったけどマジで楽しかったです。うん、本当にこれ途中でこいつ勝てんのかっていう、そういう不安感があったから、そこは本当に良かったと思います。次にあのデイビッドさんとテスカトリポカさんですね、うん、こう最後のクリプターなんだけど、まあ、良いライバルキャラだったなって思います。天心っていうとなんか鋼の大地を思い出すんですよね、うん、まあちょっと意図的にやってるんだと思うんだけど、まあなんか地球爆破はしてくるんだけど、まあそれでもこうデイビッドなりにこう、まあ今後のヤバさみたいなものあるから、まあそこら辺はグダさんのことも一応認めてくれてるし、まあ悪いやつではなさそうな感じしますよね、うん、まあデイビッドさんもなんか後でピックアップされそうですよね、いいよね。次はまあカマソッソくんですね。もうカマソッソくんはまあオルタカのあれでちょっといろいろと前編の頃からなんか評価高かったけど、後編はもっと良かったですね。うん、ニトクリスオルタがなんだかんだでいろいろと味方側ではあったんだけど、こうカマソッソくん後編でめちゃくちゃ掘り下げられてなんかいいキャラになったなと思います。いやぶっちゃけカマソソ君グダさんのイフですよね、うん、まあ、カマソソ君はこう、まあ、ありし日に10万年だっけ、うん、もう人類でカーンの民っていうのがいたんだけど、まあ、その人たちがもうオルトに攻められて絶滅しかかったから、もう結果的にその人たちが頑張って戦うのをもう見てるしかなかったっていうの、オルト総力戦で勝負するグダさんを思い出しますよ、うん、でもグダさんがオルトさんに勝てたのはこうカマソソ君とカーンの人たちがもう心臓をひっぺがして何とかしてくれたからこそ、まだあれでもまだ弱体化してたっていうのが結構大きいんですよね。いやまあカーンの人たちが頑張ってくれてたおかげでもうディノスたちも再改めて反映できたんだろうし、いや本当に影の MVP だと思います。うん、まあ、そんなカマソソ君がもうみんな殺しちゃったせいでビーストになっちゃったのは、まあグダさんもビーストフラグ立ってるよね、うん、そこら辺なんかいろいろあるからなんか憎めないやつでした。次にテペウシとイシュケックですね、うん、やっぱ露骨に月姫のあの式塔の式とアルクエイドの、まあ、ディノス版なんだろうなと思います。ていうかイシュケックはもうディノス版のアーキタイプアースって言われてますからね、まあ、多分イシュケックに恋ついたら長谷川郁美さんなんでしょうね。ナスキノコは結束バンドにロストと生命性をカバーさせる義を果たすべきですよ。うん、キタちゃんが長谷川郁美さんだからね。ていうか本当にあのボッチザロックは長谷川郁美さんあんなに歌うまいんだなって思わせてくれるアニメだったと思います。まあ、テペウシとイシュキックに話戻すと、もう四季とアルクエードのイフなんだけど、まあ、ディオスとしての穏やかな性質とかもあるから、まあ、限りなく近いんだけど、まあ、それでもこうさ別物ではあるっていう感じですね。まあ、それでもテペウシはまあイシュキック救えなかった後悔とかもあったり、まあ、一緒に最後までいられたわけではなかったんだけど、まあ、それでもやっぱこう意地とかあるわけで、こう直視のバガン使ってもうだからベニエンマオルタがなんとかやってくれたところにちょっと直視のバガンでぶち込んでゲージ1本持ってってくれたのは本当は良かったです。まあ、他にもトラロックちゃんとか、まあ、イスカリくんとかオセロトラの人たちとか、まあ、ディノスのみんなとかめっちゃ良かったよね。ワクちゃんとか11兄弟とかあの進化のやつだっても最後はまあなんか意地を見せたし、なんかこう今回はもうオルトさんが出てきても絶滅が近づいてんだなってみんな思ってるけど、まあ、それでもこう生命としての最後の意地を見せるところとかめっちゃ良かったですね。まあ、ディノスの人たちもまあやっぱりこう主としては間違えてたのも何も変われなかったのかもしれないけど、まあ、最後の最後でちょっと変われて、まあ、楽しさみたいなものもまあ見えてきて、もういろいろと託してくれたっていう、まあ、そこら辺も改めて異分隊の人たちとグダさんマッシュたちが付き合ってきた中での、まあ、結論が出たんじゃないかなと思います。
まあ、なんだかんだで異分体の人たちも決して悪い人たちばかりではなかったし、まあ、なんならまあ妖精が一番邪悪だったまではあるんだけど、まあ、それは置いといて、まあ、妖精もピンキーだったけどね。でもやっぱこう今までの異分体もまあそうなんだけど、まあ、パツシーたちからもずっとそうなんだけど、グラさんたちが介入したことで、まあ、みんな変化してるんだよ。うん、まあ、こうどうあがいてもこれ積んでるなってのはあるんだけど、最後の最後でなんか変化があったから、そこがまあテーマになるんじゃないかなと思うよ。グラさんにとってもまあバッシュにとっても記憶し続けるってのもあるだろうし、まあその変化がグダさんたちの旅にとって意味があればいいなと思います。そしてまあウルトラオルガマリだよね。うん、漫画でわかる FGO でやってたよ。オルガマリはヒロインなんだよ。まあカルディアス7サーバントの一サバシでしかなかったんだけど、まあそれでもやっぱグダさんバッシュとの共闘とか、まあ、ワクちゃんとの絡みとか良かったよね。うん、しれっと半年したらガチャ入りしてそうだけどな。実際オルト戦であのヒロインムーブする ユーさんは完全にマシュが昔やってたムーブだから、やっぱオルガマリーもヒロインなんでしょうね。うん、それは漫画でわかる FGO を見ればわかるよ。謎丸を見てもあまりわかんないけど、漫画でわかる FGO を見たらなんだかんだマシュとオルガマリーの可愛さはわかるからね。マシュの増長っぷりとか、まあオルガマリーがここまで温存されてきた理由がわかった気がします。まあ、なんだかんだマシュが楽しそうなのがよかったですよ。まあ、そんでまあコドミネ・ラスプーチンと伯爵のフラグですね。あと1機いるけど、逆に言えばあと1機しかないんだよね。うん、 FGO アーケードコラボあるじゃないですか。もうみんな予想してると思うけど、あれで多分ねアーケードカルデアとノルブカルデアがバトルするんじゃないかなと思ってます。なんかカマソソ君がグダさんがのなんか似たような立場で、もうグダさんがこけたらカマソソ君みたいになってたんじゃないかなっていう風見せてきたから、まあそこら辺 FGO アーケードコラボでなんか出してきそうだよね。うん、まあ、南極行く前にカルデアとは何かみたいなこととか、まあ、やっていくことになるんでしょうね。はい、そして最後唐突に始まった謎丸アニメ。謎丸アニメは S ランクです。いや今期アニプレックスと救世主でしょ、謎丸さん。鬼滅の刃と謎丸さんが、まあ、2強ですよ。あと群道美鈴さん、アラブの大富豪さん、魔導阻止しんどい、そしてアノス様。うん、アニプレックスは安泰ですよ。はい、まあ、さて総評。うん、アニプレックスさんの話だけど、まあ、結局バレンタインイベント2月17日スタートだから、まあ、だいぶ立て込んでたんじゃないかなって思います。うん、まあ、ウォルト総力戦とかかなりあのいろいろといろんなことやってそうだしね。まあ、2部7章に関しては正直予想通りだったなって思います。もう FGO 考察やりまくってたところから、カルデアスが元凶だったんだろうなっていうのはまあ予想だったし、まあ、デイビッドがあのマリスビリーぶっ殺してたのもまあそうだろうなって感じですし、でもグダさんでもウォルトさん相手にもう余裕ぶっこける余地なんか一切なかったっていうのはまあ良かったです。うん、本当にもうディノス、まあ、テペブシ含めたディノスとか、もうオセロトロの人たちとか、倒れてったカーンの人たちとか、まあ、みんなになんか抑えてくれてて、なんとかやれた感じですから。あとまあそれこそククルカンがやってくれたりね、それこそククルカンがああやってくれたのも、まあ、結局ディノスたちやオセロトルたち、まあ、地底隊のミクトランの人たちのために、まあ、代表でもうグダさんたちを助けるっていうことを、まあ、それ総意として預かってきたわけだからやってくれたっていうのもあるだろうし、まあ、ここのオルトだから勝てたんだよねっていうのは良かったです。まあやっぱり最後になるけど、 FGO 君は多分来年ぐらいには一旦終われそうですよね。うん、ユーザーアンケート、まあ今度ネタにするか分かんないけど、あの2022年で目星い作品ってヘブ版ぐらいしかないんですよ。幻灯とかメメントモリとか影実とかあるはずなんだけど、まあ、でも結局 FGO 君としてはよくてヘブ版が潜り込んでくるだけで、こうソーシャルゲーム自体が結構、まあ、どん詰まりになってるんじゃないかって感じですね。それこそキララファンタジアも終わるし、うん、でもまあ今、まあ、FGO っていうか、まあ、フェイトシリーズ自体は今後も応援していきたいと思ってますからね。フェイクアニメも見たいし、あそうだ、今回はもう水木エリセがめちゃくちゃ活躍してたらよかったですね。うん、内海好きだよ、紀藤あかりさんだし。ということで、まあ久しぶりの FGO 本編お疲れ様でした。以上です。